水戸ホーリーホックの吉原浩太です。この度の東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。水戸も被災地として本当にさまざまな支援を皆様からいただいて、激励の言葉もかけてもらったし、でもこうちょっとずつチームとして頑張っていってます。本当ひどい地域もあると思うんですけど、少しずつでも俺らも力になって早く復興、そしてみんなの笑顔が取り戻せるように、力になっていきたいなと思ってますんで、頑張りましょう、一緒に頑張りましょう。で僕自身も、今怪我してますけど、治して早く茨城の皆さんに力になれるようにいいプレー見せたいなと思ってますんで、頑張ります。力を一つに、チームアズワン。